こんにちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。いやいや、どうもご無沙汰いたしております。はい、別に怠けてたわけじゃないんですけど、少しちょっといろいろやることがございまして、久しぶりの投稿でございます。今日は何をやるかと言いますと、ギターを使って簡単にその作曲ができるやり方をちょっとやってみたいと思います。まずは明るい感じの曲にするのか、それとも暗い感じというかちょっとこう、静かな感じにするのかを決めましょう。明るい感じは、メジャーキー、暗い感じというか、まあ、おとなしい感じというか、しっとりした感じというか、それはマイナーキーっていうような感じで覚えてもらえばいいんじゃないかと思います。それで、ギターの場合、二つの形を覚えれば、メジャーキーにできる、マイナーキーにできるというその形があります。それをご紹介します。まずメジャーキーの形をお教えします。ドはここですね。レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド。これがおなじみのC メジャーでございます。ドレミファソラシド。これを2フレット全音1つずらしますと、ドレミファソラシドに聞こえますが、これはレ、D メジャーキーでございます。で、今度は、ファ、F ですね。ここから、これが F メジャーキー。で、また、ファ、ソ、ここからさっきの形。これが G メジャーキーになります。で、今度。ラ、A ですね。ここから。これが A メジャーキーです。ドレミファソーラ、今度は C です。ドシラソーラシー、これが B の音です。という感じに同じ形で、前前半前前前半で移動していけば、なんとそのキーが出来上がっちゃいます。今のはメジャーキーです。今度はマイナーキーをやってみたいと思います。どうですね。さっきは、こう行って、C メジャーになりました。今度は、こっちに行かないで、こっちに行きます。どうですか？暗いというか、なんか、しっとりしたようなキーになりますよね。これが、これが C マイナーコードです。コードじゃなくて C マイナーキーです。
同じように、ドレ、今の形をレから始まるように、D から D の音から始まるようにすれば、D マイナーキーになります。まあここからはずっとさっきと同じような感じで、この形をこうずらしていけば、ドを基準にした、マイナーキー、レを基準としたマイナーキー、ミ、E マイナー、ファ、F マイナーという感じで、形でこっちに行くとマイナーキー、こっちに行くとメジャーキーという風な配列になっています。形さえ覚えてしまえば、メジャーにもマイナーにもキーを作ることができます。ドレミの歌ってありますよね。あれはCメジャーキーですけども、それを普通に弾きますと、となりますが、それをメジャーキーに変えるとどうなるか。ちょっと暗いというか感じのしっとりした曲になります。なのかなのかの違いだけなんです。今お話ししましたように、どんな、曲調にしたいのか、キーをマイナーなのかメジャーなのか、それを決めて、この中にこの、まあ、ここまでちょっとオクターブ高くなっちゃいます。この7つの音を、どれだけ伸ばすのか、上げていくのか下げていくのか、そんな感じで曲を作ればいいわけです。そうすれば今やったそのキーの、歌が出来上がります。あとはテンポですね。これぐらいのテンポにしたいのか、それとも、アップテンポでぐらいのテンポにしたいのか、それを決めていけば、曲ができます。キーとか言っても、まあ、7つの音がこうずれていくだけなんですけども、なんか同じに聞こえますよね。これは、キーは C メジャーなんですけども、これをレから始まるところで弾きますと、こんな感じになります。なんかどこを弾いてもドレミファソラシドに聞こえますよね。でも違うんですね。はい、というわけでそのキーこのドレミ E マイナーのキーを使いまして、僕が作りました新曲がございますので、ちょっとそれをお聞きいただきたいと思います。
それではどうぞ。涙が光るとき胸の隙間小雪が舞い上げる揺れる気持ち溢れる心思い出は今いずこさよならの言葉が言えなくて窓辺の水仙まで悲しくて変わらぬ日々流されながら残り香が消えてゆく一緒に見た季節や時もしまわねばならないの夜空に流れる星の中で俺の強さ持つって何ですか一人歩く光向かってぬくもりのある方へうつむき癖ため息の癖直さなきゃいけないのわかっているだけというわけで、E マイナーのキーを使いまして、作りました僕の新曲愛激しくという、歌をお聴きいただきました、ですからまあ
の7つの音を使って、やればそのキーの歌が誰でも簡単にできます、はい、ですがその曲の良し悪しというのはその人のセンスです、はい、あとはそれだけで済んで頑張ってみてください。それでは今回はこの辺でおしまいです。じゃあまた見てね。ホテルもディナーもディズニーランドも君のためなら